はい、皆さん毎度毎度私は研ぎ師に頼んでます私はプロの研ぎ師ではないので床屋さんでも美容師さんでもねあのシザーを研ぐっていうのはもう趣味の世界みたいなところがあるからねあと高級なシザーを買ったら研げないよ10万もするシザー買った時にはでもジープだからもう最初から買う気ないしね 自分がやっぱりシザー研ぎ出したっていうのはやっぱり安いシザーだよね。1万か2万ぐらいのシザーじゃないそれを研,ぎ研ぐよりや研いだんだよ。4インチぐらいのシザーをね。でもやっぱりき切れるんだが切れねえんだがとにかく研いだっていうことに満足してただけ。で6インチを買ってその6インチをずっと使っててね。で、で箱掘れかなんかさせたのかな確か3万年か4万円ぐらいの松崎のシザーかなまあそれをね。 刃こぼれして引っかかるから結局自分で研いだような気がするんだよね。でしざを研ぐっていうのはねそういうこと好きじゃなきゃ研げないよ。まあ、プロの研ぎ師ね自分はプロの研ぎ師っていうのは1人かな研がしたのはあと2人ぐらいうちのお店に来たけどまあ研がせなかったね自分で研いでるからっつってねそのプロの研ぎ師さんは回転する、ね、あの研ぎ台だねそれにドライで研いでたね。 ウエットじゃなくてドライでで何が貼ったんだろう耐水ペーパーなのか何なのかよくわかんないけどそれでシャーと30度ぐらいで溶いてたねでそれをさらにまあ仕上げてくんだけど最後小判はやっぱり50度60度よくわかんないけどね当時ね自分も若かった頃は何も知らなかったからねそういうもんかと思って見てたんだよねうんだからあこんなだったら自分でできるだとも思,思ったしね だけど、ね、あのシザーを解いていくとねその切れ味切れればいい逃げずに切れればいいあのティッシュが切れればいいとかね縦でも横でもねでそうじゃなくてやっぱり軽い切れ味あのサクサクとかザクザクじゃなくてスパじゃないんだよスワスワって感じで切れないとアきフへいの「フじゃないよスねスワッとスワスワッと切れないと。 3校の卒業生、まあ、3つの学校の卒業生にね確認したところ理美容学校では都議は教教ええていいません、まあ、国家試験に出ななかったら教えないよね <laughs> 最近ではあの床屋さん学校も柳葉とかそういう刃物のことに関してはもう,もう教えないのかな国家試験に関係なかったら教えないよね。 でも昔はどうだったんだろうね、あのカミソリ使ってた時なんか、やっぱりカミソリの研ぎ方なんか、一応知識で教えてなきゃ、徳屋さんってのは必ず研いでね、ベルトのストラップでなんか磨いたりしてたんだからね。そういえば昔ね、あのー、やっぱり、シザー屋さんかな、シザ,シザー屋さんがうちに来たのかな、うちのほら、改造したシザー見たら、なんか逃げかえったやつ一人いたね。<laughs> まああの研ぎ屋さんねうちに来てもねうちのしーはね、まあ、自分で研ぐから研ぐようなしーってないよねだから仕事がないかんねしー屋さんあの研ぎ屋さんが来てもね、まあ、使い込んだしーをね、自分で、ね、研いでご自分の研ぎ屋さんがご自分の、ね、あれで研いでそれをね、ちょっと見て使ってみろっつうんでねあのこっちのしーを研ぐ目的以外で来るんだったらね、まあ、交流会になるけどね手ぶらで来られてね、こっちのしー見せてくれって言われたって見せないよね。<laughs> まあギブアンドテイクだよねそっちも見せるならこっちも見せようみたいにね <laughs> はいお疲れ様でした。